僕たちが何とかしなければ、確実に世界は崩壊するのです。困ったものです。その少女は、この世界を自分にとって面白くないものだと思い込んでいる。これは、ちょっとした恐怖です。どこから説明しましょうか。見てください、我々のような超能力者や朝日奈未来、長戸由紀のような存在が都合よく一堂に会するかのように登場するでしょうか。私の仕事は鈴宮春日を観察して入手した情報を統合し年代に報告すること。信じてもらえないかもしれないけど、私はこの時代の人間ではありません。もっと未来から来ました。どこまで納得できますか。不思議な現象は続く。誰も秘密と知りながら毎日過ごすのは、それぞれの思惑とちょっぴりの好奇心。笑顔は癖のような感じですよ。That problem every day。 できる限りのお手伝いしてもいいでしょう。そしてやがて未来さえも意味を失うべきなら、君は安堵するでしょうか。心配なのです。彼女に願われたからという、ただそれだけの理由でここにいるんですよ。鈴宮春日は事実進化の可能性が一番の謎はあなたです。時間の歪みの真ん中に彼女がいる。彼女には願望を実現する能力がある。悪いことが起きたら守りましょう。 Just one spectacle。 穏やかなる世界のため割とやってます。時に閉鎖空間での僕は過激でしょうか。情報統合しない体は私を通して人間とコンタクトできる。信じなくてもいい。ただ知っておいてほしかったんです。お察しの通り超能力者です。そう呼んだ方がいいでしょう。曲がれ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 。